はい、こんにちは、ブルーホースです。今日は天才を生む方法というテーマで話をしていきます。ね、皆さんね、子育てをしていたりとか、あるいは自分自身が、やっぱり今以上にステップアップをしていきたいっていろいろ考えてると思うんですよね。そんな中、バンダービルド大学というところがですね、こんな実験を行いました。ね、なんと、5000人の神童と呼ばれる子供たちをですね、50年間追いかけたというとんでもなく大量で長年の調査を行ったんですね。で、神童の基準って一体何かっていうと、神童といえばモーツァルトなんかが浮かぶんですが、全国統一テストや IQ テストで上位 1% に入った子供で、主に論理に長けていて数字に強いというのが基準になってます。で、最終的には大学進学とか職業までをチェックしたっていうことなんですね。で、天才を調べる研究の中では、今回行われた実験っていうのが最長というふうに言われてます。で、結果どうなったかっていうことなんですが、頭のいい子はどう成長していくのとか、それから周りはどう接したらいいのかっていう結論は以下4点なんですね。このように見えてる通り、子供時代の天才っていうのは将来大人になっても成功するっていう結論が一つ出ました。何かというと、子供時代に成績が上位 1%、 さっきの学力テストとかですね、成人してからも収入が高い傾向にあったと。で、平均で全米トップ 5%、 全米トップ 5% ですよ。もう何億、もしかしたら超っていう数かもしれないですよね、に入っていたと。購入収入者に入っていったと。で、有名な科学者になっていたり、研究者になっていたり、あるいはフォーチュン500の CEO になっていたりと。で、フォーチュン500っていうのは、アメリカのトップ500社のことを言います。うん。で、それから連邦判事とか上院議員など、高収入の職業に就く可能性が高かったということなんですね。それから、神童は世話をされにくい。まあ、つまり接しにくいっていうところなんですが、これどういうことかっていうと、天才児はですね、教師とかに対し、教師から、周りから世話してもらいにくいんですよね。大体が、まあそういった教師の人たち、教員の人たちっていうのは、まあ、手のかかる子供だったりとか、背の悪い子供に、まあ、目を向けがちなんですよね。だから、あんまり愛情を受けずに育つ可能性っていうのがあるので、まあ、将来その愛情がなかったことによって、ちょっと非行に走ったりとかっていう、まあ、ちょっと壊れる可能性が考えられるかもしれないんですよね。で、このことを踏まえて、まあ、全校生と同じカリキュラムで育てる枠にはめた育成っていうのは避けて、どちらかというと個別指導をした方がいいんじゃないかっていう助言も与えられるようになったという結果が出ています。それから飛び級させた方がいいっていうことなんですよね。で、飛び級をした神童っていうのは、そうしなかった神童と比べて、まあ、特許を取得したりとか博士号を取る確率っていうのが、なんと 60% も高かったって言われてるんですよ。日本ではもう小学校1年生から大学の4年生までもう決まったカリキュラムといいますか、決まった進み方をしていくんですけれども、まあ、飛び級制度を、ね、取り入れた方が、もしかしたら世界で通用する発明品とか考え方っていうのが今以上に増える可能性があるんじゃないかな、なんていうふうには思ったりしますね。で、それから基礎学力のテストっていうのは意外と正確だっていうことなんですね。まあ、よくその天才は学力じゃ測れないと、ね、日本の有名なその起業家の人たちなんかっていうのも中卒の人がいたりとかしますよね。前澤さんも中卒だったか高卒だったかと思いますし、それからパナソニックの松下幸之助さんなんかも、まあ、あの人は実質小卒みたいなところがありますよね。ところが、まあ、データっていうのを見ていくと、テストの点数が高い学生児童に関しては IQ も高くて成功する可能性が高かったっていうことなんですよ。で、位置で見たね、高収入の職業に就く可能性が高いということなので、学力の結果、学力テストの結果っていうのは一つの成功の基準なんじゃないかっていうことが言えたというお話です。以上のことからまとめの話をしていくと、生まれつき頭がいいというね、幼少期からテストで上位を取り続けた子供っていうのは成功するというデータは確かに存在しましたと。ただし、これっていうのはあくまで社会的な成功なんですよね。今言った話っていうのは、いい職業についているとか、高収入とかっていう話で、精神的な満足度とか幸福度までが高いかっていうところまでは出してないんですよね。とはいえ、
今回話はしてないんですけど、貧乏よりは裕福な方が不幸になりにくいっていうデータも確かに存在はするんですよ、ね、だから社会的な成功を収めるっていうこと自体は悪いことなんじゃない、悪いことではないんじゃないかということが言えますよね。かといって親が子供に勉強しなさいっていう風に押し付けるのは NG なんですよね。で、自分が勉強やらなきゃって言われたらやだってなっちゃうじゃないですか、むしろ。で、実はなんでかっていうと、子供は意外と自分が何をしなくちゃいけないかっていうことをきちんと理解してるんですよね。にもかかわらず親が先回りして勉強しなさいとか部屋を片付けなさいってあれこれやれあれあれこれやれって言っちゃうから、子供が自発的に始めるタイミングを失ってしまうんですよ。だから子供が自らやるって言って行動するようになるためには、まず親がそれを黙々とやってる姿を見せることの方がいいんじゃないかということなんですね。だから指摘をしてありやりなさいっていう前に、自分が勉強してる姿を見せたりとか、率先して部屋を片付けている姿とか見せることっていうのが大事ですと。で、先回りしてしまうほど子供っていうのはついてこなくなってしまいますから、並走すると一緒にやりたがるんですよ。子供の興味っていうのはいろんなところにもうね、移り変わっていきますから、昨日あんたこのおもちゃで遊んでたんで、あんた全然興味ないじゃないっていうことって、多分子育てしてらっしゃるお父さんお母さんはよくわかってると思うんですよ。そういうことなんですよね。子供の興味すぐに移ろっていくものです。なので、子供の将来のためにも接し方を意識してみて、で、なるだけ小学校とか中学校に入った時に学力上位目指してもらって、そして、将来ね、高収入とか社会的成功を収める一助にしてもらえたらいいのではないかなというふうに思います。ということで、本日の動画は以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったな、という方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですね、コーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方は、コメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。